愛媛の魚食文化を伝えるお魚図鑑を作ろうというプロジェクトが進んでいます。このプロジェクトを進めているのは松山市の印刷会社酒場印刷です。この印刷の綺麗さというか、高精細美術印刷っていう通常の印刷よりもさらに高精度高解像度によって人気とかも配慮を加えて作ってるというのがあります。2016年から愛媛の魚を題材にしたフリーペーパーいいの魚を発行しており、今回のお魚図鑑はその中の記事一章三短をまとめたものになる予定です。いいの魚の中でもメインとなる記事なんですけども、その巻ごとのお魚を特集するコーナーでして、これは愛媛の生んだ偉大な俳人正岡子規さんの造語なんですけども、記事に対して非常にご評価というかいただいておりまして、もう発刊からずっと続いているんですけども、フリーペーパーとしてなかなか保存ということに関しては残っていかないんじゃないかということ、このしっかりした記事を一生サーターを通じてもっと愛媛のお魚、愛媛県の地域活性化に貢献できないかと考えたときに図鑑にして残していきたいということを考えました。まあ、魚種ごとに1巻ずつ1魚種ごと載っているので、現時点でも20種類以上のお魚があります。これを、ピックアップしまして、それぞれの魚種ごとにまとめた上で、一つの図鑑としてですね、構成したいと思っています。お魚図鑑は A4 サイズでおよそ100ページになる予定です。この図鑑の完成に向け3月22日までクラウドファンディングが行われています。全国の愛媛県のお魚について知らない方たちに、このいいの魚、そしてお魚図鑑というものを作りたいという気持ちを知っていただいて、どれぐらいそれに賛同してくださる方がいらっしゃるかということを、クラウドファンディングやったことないので、ちょっとその辺も測ってみたいということでチャレンジしてみました。酒場印刷では現在の目標金額の倍となる200万円を達成できれば全国の小学校へ図鑑を配布したいと話していました。どんな図鑑が出来上がるのか、完成が楽しみです。